にちは、バイアンドです。今回は女子が好きな男子にだけ取る態度についてお話ししていこうと思います。今回は結構女子目線強めでやっていこうと思います。実際女性が好きな男性にだけ取る態度って考えたことありますか？これ逆を言うと多分男性パターンもあると思うんですけど、女性側から見ても好きな人にはこういう態度思わず取っちゃうなっていう傾向っていうものがあるんですね。これはやっぱ男性女性でまた変わってくるとは思うんですけど、今回はその女性版をより詳しくお話ししていこうと思います。余談なんですが、今日髪をくるくる巻いてみたんですがどうでしょうか。ちょっとねギャル色強めかもしれないんですけど、ちょっと自分のキャラに合ってるか分かんないんですが、もしもちょっとコメント欄とかでいつもの方がいいか今日の方がいいか教えてくれたら嬉しいです。それではバイ&チャンネルスタート。バイ&チャンネル1つ目、女性の方から何かしらの誘いがある。結構これ多くの男性が勘違いしてるなって普段すごく思うんですけど、女性は恋愛において受け身の傾向であると思ってませんか？実際その傾向はありますし、できればそういう風にしたいと思ってる女性が多いのも事実なんですけど、実はそれと誘いをしてこないかどうかっていうのはまた別の話なんですね。男性の方がもちろん思い立ったら即行動しなきゃと思ったりとか、男性の方がリードしなきゃいけないっていう風に思って誘う人はいるかもしれないんですけど、女性からしても自分がここで出なきゃ何も始まらないかもしれないという危機感だったりとか、理想は相手から来てもらうことだけど自分から行かないと何も生まれないかもしれないから、ひとまずできるところまではやろうと思って行動する女性も結構多いです。これ勘違いしちゃいけないのが、こういうことする人ってみんな肉食系女子なのと思う人いるかもしれないんですけど、別に肉食系女子じゃなくてもいざという時になったら自分からデートを誘うっていう人が多かったりします。まあ、デートっていうカテゴリーじゃなくても、例えば何か一緒に帰ろうとかも逆に一緒に行こうとか、そういう風にちょっとした時間を過ごしたいと思った時にその誘いをしてきたりとか、まあ、映画に行こうとかご飯に行こうとか、そういった王道なデートまで様々な幅があります。こういったことを結構誘おうとする人は多かったりするので、今までに一度も言われたことがないぜっていう人はもしかすると相手がまだあなたに対してそこまですっごい興味を持ってるわけではないのかもしれないです。例えば普段から何も言わずともあなたから誘ってくれているという状況が作り出せているので、それはそれで満足しちゃってるっていう場合もあります。なのでもしも相手が本当はあなたを誘いたいのかどうかというのを判断したいなと思う場合に関しては、デートを誘う一歩手前のところまでは自分で発言して、その後の革新的な一緒に行こうという言葉だけを言わないでおくというのをお勧めします。こうすることで相手が本当に行きたいなと思った時には、じゃあそれ一緒に行かないというふうに最後の言葉を言ってくれる可能性があるので、そうやって言ってくれたらもしかすると相手があなたに対して気がある可能性があります。なんですけど、あなたが具体的に行けそうな場所だったりスケジュールの話もしといた上で相手がそのまま話をスルーしてしまった場合に関しては、チャンスをあげてもデートの誘いをしてこなかったということになるので、もしかするとあなたに対して気がないのかもしれません。2つ目、 LINE スタンプを工夫している。実際にスタンプってすごく自分の感情を表しやすい部分でもあり、かつ自分の個性を出しやすい部分でもあるんですよね。なのでこういったスタンプを使ってアピールするっていうのは結構多く用いられるものなんですよ。あえて男性受けがしそうなちょっと男物っぽいスタンプを送ったり、逆に自分の可愛さをアピールするようなすっごく可愛いキャピキャピしたようなスタンプを送ってきたりなど、様々な場合がありますが、いずれにせよそのスタンプを触れてほしいと思っていたり、私ってこういうキャラなんだよということをアピールするためにやってる可能性があるので、いった工夫のあるスタンプを送られてきた場合に関しては、もしかすると相手があなたに対して自己アピールをしてるに近いものかもしれません。ただこれスタンプに疎い人とかだと、何がアピールする用のスタンプで何がアピールしてない用のスタンプなのかっていうのがわからない人もいると思います。こういったスタンプの見極め方としては、まず初期設定のスタンプかどうかというところです。初期設定のスタンプだとほとんどの人が最初から持ってるものなので、あまりここで個性を出そうと思う人は少ないと思います。よく、まあ、勝負パンツとか勝負下着とかそういう言葉あると思うんですけど、このスタンプに関してもそれに近いものはあるかなと思います。なのであくまでもあなたに対して好意を抱いてるのかどうかということを見極めるための判断軸の一つでしかありませんが、相手がどんなスタンプを使ってるのかということはよく見といた方がいいです。3つ目、ボディータッチがちっちゃい。
い、ボディタッチをされていると自分のこと好きなのかなって思う人って結構いると思うんですけど、ボディタッチの種類によってはあなたのことを逆に全然どうも思ってないっていうパターンもあります。なのでボディタッチをどのような時に、そしてどんな風にされたかによって相手の気持ちを探ることもできます。まずボディタッチが大きく頻繁にしてくる人はあなたのことを友達と思ってる可能性が高いです。そもそもボディタッチをしてくる人はかなりフレンドリーだったり、自分のことをオープンにしている人に多いんですが、オープンにしてればオープンにしてるほどやはりタッチする時にも大振りになっていったり、自分の感情を素直に身振り手振りで表してるだけっていう人が結構多かったりするので、そういう時に繰り出されるボディタッチって結構大振りなものが多かったりします。あるいはすごく思わせぶりにやってくる人っていう人もいるんですけど、まあ、ちょっとそういう人との見極め方みたいなのがもしも知りたい人がいればまた後日に動画にしようかなと思います。で、今回の、ポイント3つ目の話に戻るんですが、ボディタッチがちっちゃい場合だとさっきの話からしてちょっと矛盾が生じるんですね。本来ボディタッチをする人っていうのはフレンドリーで自分のことをオープンにしている人が多いはずなので、感情のままに身振り手振りをするはずなのですが、ボディタッチがちっちゃいっていう風になると何かしら自分の気持ちを抑制していたりとか、本来だと大振りなボディタッチはしないけど今ちょっと触りたいなって思ってる、こういう時に多かったりします。なのでどちらにせよあなたに対して何かしらの気持ちがないとボディタッチを小さくしようって思う選択肢そのものがないんです。こういった観点から見てボディタッチが大きいのではなく、少し肩を触れたりとか少し膝が当たるような位置にいたり、何気なく手が触れる位置にいるなど、ちょんちょんちょんみたいなこういった触り方をしてくる人に関してはあなたに好意があってそれを態度で見せてるっていう可能性があります。最後、口調が柔らかく声のトーンが上がる。これは実際にあなたから見て判断できるものではなく、あなたと相手が喋ってる状況を第三者の人が見た時に一番分かりやすいものかと思うんですが、相手があなたと話してる時だけちょっとトーンが上がっていたり、ちょっと口調が柔らかくなっているなと感じた時には、もしかするとそれは相手があなたに対して好意を示してるのかもしれません。ただ先ほども言ったように自分自身で判断できるものではなかったりするので、こういったものは第三者から聞く必要があったりします。ただ自分で判断できる場合もあります。一つは相手が露骨にそういったことをやる人である場合、結構な割合で女性の中でも自分の声を露骨にアピールするっていう人もいたりするので、そういう人は結構これを露骨にやる場合が多いです。また普段なんか他の人に接してるのよりもちょっと自分に対する接し方違うなって思った時とか、そういった感覚値的なものでも当たってる場合があるので、そういったものも少し吟味してみるといいです。さて今回は4つのポイントをお話ししたんですが、いかがでしたでしょうか。最後にちょっとまとめなんですが、女子が好きな男性にだけ取る態度としては、1、女性の方から何かを誘ってくることがある。 2、 LINE のスタンプを工夫していること。 3、 ボディタッチがちっちゃい。 4、 口調が柔らかく声のトーンが上がっているでした。さて前回お話ししたようにちょっと最後に何人かの、相談の回答をしていこうかなと思います。付き合ってまだ3ヶ月ですか。再来週彼女の誕生日が来るのですが、何をプレゼントすべきなのか SNS 等を調べいまいちわかりません。よかったらアドバイスをお願いしたいです。まずは彼女さんと3ヶ月おめでとうございます。これ探した上でこういう風に相談してくれたんだったら、彼女にこの私に話してくれた話をそのまま伝えること、自分が探そうと思って探したんだっていうところまでを全部伝えてあげた上で、例えばどんなものが欲しいとか少しこう濁して相手に伝えてあげたりすると、例えばこういうものがいいなっていう風に相手から具体的なものをもらえるかもしれないです。さっき告白して振られたんですが、時を待って再告白ってありですかね。ありだと思います。なんかこういう風にそもそもすごい自分の気持ちを振られてもまだ持ち続けられるってすごいことだと思うので、なんか私はその気持ちがなくなるまでというか、何かこう別の形になるかなくなるっていう時まで相手に対して積極的にアプローチし続けるのが一番なんかこう自分のためにもなるんじゃないかなって思います。諦めるってすごい難しいじゃないですか。心から諦められる人って見切りのつけれるまで何かこう自分でなんか頑張れたりとか、なんか自分の気持ちを精一杯本当に伝え続けたことによって自分自身で諦めがつくとか、それぐらいになるまでやった方が私はすごいいいんじゃないかなって思います。頑張ってください。ということで今回は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。フォローしてくれた方の中でメッセージを送ってくれた方にはこういう風に動画の最後で、恋愛の質問を答えるので、ぜひぜひ送ってください。それでは以上になります。バイエンドでした。バイバーイ。うー